一日、大塚さん、どうもしゅです。ジョンです。ヤジキ。どうだろうです。今日の企画は、モテる男の見分け方山崎です。言わなかった。言ってないです。ヤジキ。ヤジキ。今回なんですけど、モテる男の見分け方をね、女性の皆さんに聞いてきました、はい、女性はこういうとこを見て、こいつモテる男がどうかっていうのを判断してるよっていうのを ね、集めに来たんで、まあ男性の方は参考にしてほしいし、確かに、ね、まあ、女性もね、こういう男がモテるんだって参考にしてみてください、はい、まあ、俺らからしてそれをモテないよって思うこともあるから、ね、そ, あそれは言っていきますよ、それは間違ってますって、そうそうそう、本当のことをしてるってことね、そう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 、オッケーオッケー、それでやっていきましょう、チャンネル登録よろしく。で爪の長さとか見てます。ああ、まあまあまあ短くないとね、うん、そんなんでモテるモテへんわかる。いやだからもうベースよな。まあ俺は別に短くはしてるけど、うん、だからってモテるとは限らんくない、うん、爪長くてモテる男はもらんくない。まあまあだからそうやな、モテへんやつをはじける、雑魚はじけっていう、モテへんかで言うとまあモテる方やけど、うんうん、これでどうって話じゃ、お前の話しちゃうよ、爪が短くてモテないやつ。ごめんごめん、誰も突っ込まへんから走ってたひたすら耕し続けてて、そんなもけへんの、そんなもけへんの。店員さんへの態度、ああ見てるらしいですよ。なんか悪いやつ弾いてるセンター試験みたいな感じだよね。まあそうやな、足切りは一旦足切りやな、うん、距離詰めるのはうまいけどガツガツしすぎないやって。これはそうかもしれないね、モテてるな、これはそうだと思うよ。俺もベストやってる。いや、ガツガツしちゃうよな、やっぱな。あ、ほんとに安いでもうまそうやけど、うまそうやんな、いやいやいや、懐入るのめっちゃうまそうやで、まあ、懐入るまではいいかもしれんな。興味ない人だけはモテんの、お前。ああそうや。これ男あるあるだよね。そうそうそう、興味ない人にはモテれるっていう、余裕残しつついけるからな、ね、これ安行きあるわ。好きな子は、好きな子にはほんまにモテへん。じゃあモテてないな。好きな子にだけモテるのが大事だから、うん、帰ろうか。ダメージ食らいすぎやろお前。ごめんごめん、いじめすぎた。ごめんごめん、そんなことないね。ボケがストレートに強いって。これどうですか、マネさん。距離詰めるのもいいけど、ガツガツしすぎないってわかる？わかります、わかります。でも、モテると思うけど、吉行さんは違うんだろうなって思いました。早ない。直近初日や。わからへんやん。女性に気を使わせない振る舞いやって。これはモテるぞ。これ例えばどういうこと？俺もよくわからん、どんなんやこれ。いやー、わからんけど。けどモテそうやな。いや、モテそう、概念、概念最強やな。何してっかわかんないけど、モテそうやな。例えば、カバンを持ってあげるときとかに、うん、カバン持つでって言わずに、うん、あー、すっとね、なるほど、そうやな、すっとシャドウが割れたとかってことか。あ、そう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 、まあ俺気使ってますせじゃなくて、そういうことやな。そうや、クソリで飲んでて、うん、高そうな子の横にすっといて話しかけるとか、はいはいはい、そうや、そうや、モテそうやな、モテそう、モテそう。確かに会話してる時の目線、いい男はキョロキョロしない。それはそうだね、これしてまうでー、好きな子やったらキョロキョロはせんけどな。目線合わないってよね、お前は。あ、まあまあ、みんなまで言うよ。さすが彼女の目以外見るってことよ。そうそうそう、原因って目見て喋るやつおる、こんな感じ。目は見るよ、でもちょっとキョロるんちゃう、やっぱ好きな方キョロキョロしちゃう、好きな方はキョロるな。キョロキョロしてないかも、俺。普通にみんな喋ってる感じでできるかもしれない。せいこと2人でデートやで。できるできる。お前やっぱりモテるんか。お前モテるな。モテるのか、お前好きな子に。お前俺モテるんか、大丈夫か。大丈夫だ。好きな子からは愛されへんねんな。もう自分から全部言うやん。俺ら褒めたのにあかんのやん。ディスっても怒られるし。現実が違うからな。でも大丈夫、安月。何？モテる男の特徴を聞いて、俺はできてると思ってる人はモテない。お、ほら、一番モテるやん。お前食べそうやな、お前。腹立つわ。お前、なんでこいつ隣やねん。いいでしょ、別に。なんかモテるでしょって聞いて、まあ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 みたいな言うやつは逆にモテないみたいなある。あー、でもモテるでしょって言って自分からめちゃくちゃ喋りかけてくる人はいるじゃないですか。いるいる。俺こういう風にモテて。ああ、そんな人いるん？いますよ。でもあの人モテるって聞いたらそれなりにって言うんですけど、それはどうなんですか？それなりにって言う。それなりにやからそれはせいどうなん？それどうどう？なんなんだかなって感じ。あと解散出てるよな。なんだかな。昔話みたいな。なんなんだかな。なんなんだかな。なんて答えてんの逆にみんな。絶対モテますよねっていうのは絶対言われたことがあるわけ。あるある、うん、それはもう俺らがどうとかじゃなくてもう男は言われるわけ。なんて返してるの。お前とか、まあ、こいつはええわ。でやねん。俺全然モテへんで、マジで。ちゃんとそういう時言うな。あ、そうなんや。でも俺らが言った時、さっき否定せん。いや、そうやねん。出てるぞ、最近。モテへんだから俺。なんで。
っちゃってるから。なるほどね。あ、そういうことか。何十かな。そんな言われなすぎて。いやいやいや、結婚前思い出して。え、でも結婚しててもジョンさんモテそうですよ。全然言われない結婚してからは。そう、うん、すごい勢いで結婚してることぶち込んでいくからじゃん。言われたら、俺逆にちょっとふざけて乗ってたよ。まあ、めちゃくちゃモテますからねみたいな感じの、かぶせぼ、乗りぼけみたいな感じのは俺やってたかもしれない。やすい気は。そういう時もあったけど、今は全然やれっていう。ほんまに今は全然。好きなやつやもんねからな、お前。あかんって、お前今カメラ回ってるから今。ごめんってやつ。言いすぎや。静止画と思ってた。いいでしょ。そっちみんな怖かったもん。気持ちが消えた。すべての女性を女として扱う人。あー、わからんでもないよな。キムタクや。割と監督とかもこっちのイメージない。いや、監督もわかりやすい。一番わかりやすい。その子って一番残っちゃう。え、結構真摯なイメージが。そんなのないか。あ、そっかそっか。乗ってない時出てしまうもん。自分のね、乗りが悪い時ある。俺とかシクロも出れば出るよ。あー、そうね、露骨に。でも別にそのマイナスはダサいんというかさ。あー、なるほどなるほどね。ヤスとか今日そうじゃない。負け隔てなく優しくない。もう行けてるやつ。今日も大丈夫。モテるってお前。ヤスギ楽しいやんな。一番やんな。ヤスギちゃん出れ出るもせんもんな。ほんま出れ出るしないね。でコメント書かれるもんね、みんなにフラットにみたいな。おお、いいよ、ありがとう。出るよ、出るんやから。お前ないの自信だけやん。たまたま行く場所が悪かった。そうやせ、使われへんやろ。使えるやろ。どこが使えんねん。使えんねん。一瞬で満喫するバグってんだよ、もう喋りかけないで、あんまり。ないです、撮影中なんで。喋りかけます。さらっと可愛いとかは言えるけど、はい、距離感はちゃんとしてる人。あー、なるほどね。やっぱ俺とか多分下心出てまうね。可愛いとか言った時。あー、なるほどね。見返り求めてまうもんね。そう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 。可愛い言ったけど、お前どうどうするか。ちょっとキョロキョロしてそうやもん。あれ、今ので。うん。フローってやってそうやもん。そちらどうですか。もうどうせよ。そう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 。マジ可愛いって俺はもう言われへんのよな。似合ってるとかは。服とか髪型変わった時。これマジ総太郎と一緒やね、俺。ええんちゃうみたいな感じになっても。そこそうなんや。あんま言われへん。ジョン言いそうじゃん、これ。俺は言う。これはどういう気持ちで言うの。ただ思っただけ。おお。いや、これよ。どういう気持ちで言ってんの。ああ、そうや、そうや。そうだもん、持ってる。確かに、確かに。悪いことをさせようとしてたのに。思ったことを多く言おうと。それがいいからね。スイッチ変えたり。これがモテます。細かい気遣いができてるか。これやっぱ多かったっすね、気遣い。どういうことだろうな。これどういうこと思い当たる。タクシーの運転手さんに敬語とか。あー、なるほどね。そういうとこちゃんと見てるんや。見てます。あ、自分じゃなくて第三者への気遣いってこと。そうです。それ、そうやな、女の子ってマジ第三者見てるよ。コンビニ、コンビニでレジの時イヤホンしてる男と。イヤホンしててもちゃんと目見て会話してればいいかな。なるほどなるほど。目見てるかどうかだ。ありがとうございます。なるほどね。ちっちゃい声でも見てる。君見てるよ。対私に対しての気遣いなんて、付き合う前と後で全然ギャップあるから分からへんけど、そっちは確かに。多分女の子からしたら当たり前なんで。私に対して気遣うのなんて当たり前だと思う。好きな子になんか気遣うのなんか当たり前じゃないみたいな感じじゃない、女の子って。そうでもないんだ。すいません、本当に。でも意外と少ないっていうふうに書いてる人多かったよ、この気遣いができる男っていうのが。デリカシーがないとかの話の気遣いは。ああ、やばいな、これやばい。誰誰デリカシーあんな、こんな中で。ここでしょ。え、お前デリカシーあんの。あるか、あるか、あるか、あるか。あるか、めちゃくちゃあんねん。確かにデリカシー悪くない。確かに、やっぱ、シクリカシー5人でバーッと来た時にガサツというか、男っぽいなってなるのは監督、シクロー、ソウトロー。ヤスといる時はなんか女の子とるぐらいなんか優しいというか、気遣いあるなと感じるやつはやっぱ。監督はデリカシーはどう。あんまない方じゃない。ないと男っぽい感じの人だと思う。優しいけどね、みんな。意外に俺デリカシー悪くない。ない。言葉遣いとか表情とかの大まさがあんまないかもしれない。それ別に男だからいいんだけど。自己認識誤って。話題を掘り下げたり広げたりしてくれるか、いかに共感してくれるかって。ああ、これはやっぱジョン強いんちゃう。いや、どうやろな、俺実際この。でも確かに2人でいけるジョン見たことないからね。俺これすごい共感力高いって言われるじゃん。男だから共感できてるっていうのが根本あるんよ。いざ女の子と本当に共感できない時あるから、普通に。
女の子でできてるかは意外と怪しいけどね、俺って。最悪なの、自分語りをこうしまくるやつとかはあんまり嫌、最悪っていうか、結構そうなんや。好きな子の前で自分語りやっぱしちゃう。いや、俺さ、これはせえへんね。あ、せえへんかった。あんましたくないから、そもそも。俺もそれはせえへん。聞かれたらいいけど、自分語りってどんなの。いや、俺はプレゼンやと思ってるから。これしてるから、してるしてた侍が。自分語りじゃなくて、いや、プレゼン。あ、自分のな、そうそう、魅力がミールっていう。そう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 。俺には3つの負がありますみたいな話をするね。負の話するの。重いって。後から幻滅されたから。それ面白いけどね。しかも肉食なのに自分の話してんのおもろい。いや、結構聞くからな。ガツガツ最初行って聞くんや。めっちゃ真面目な。ガツガツ。だから怖いんやね。そうやな。聞いてニコニコしてたらだけのやつが急に帰り際、好きですって。ジャムはジャムはってなる。なるほど、ロールキャベツが過ぎるんや。そうそうです。すっごいキャベツだと思ったら最後スパイに食ってた。実はめっちゃ薄いからキャベツ1枚しか実はない。なるほどね。そういうことか。しかも恐れられるのは。なるほどな。確かにそう考えたらそうやな。確かにね。姉がいる男はモテる。あれ2人これはそうやわ。まあそうかも。これはね、多分マジでそう。いや、マジでそうやんな。これマジで多分そうやってる。モテる。だから宗太郎が例外やな。そうやんな。だからか、なんで俺こんな、まあ、ちょっとほんまに女兄弟いんのに、なんでこの人こんなに女の子分からないんだよずっと思ってんだよ。マジで俺もこれ結構不思議だよ。いや、分からんかい。だって姉ちゃんなんて別の種族なわけやん。女子として扱ってないし。まあでも分かるやん、大体で。女の人ってほんまに買い物長いけど何も買わへんねんやん。目的がそれじゃないからみたいな。結構女社会やったから、やっぱなんであんた軽い方持ってんの、重いもん、つやが普通ってめっちゃ怒られたりしてたから、女性がこうしてほしいっていうのをしばかれて教育されるからモテるって話なの、弟が。女の子ってこういうこと嫌がるん嫌なのはやっぱり結構身についてる。ああ、なるほどね。無意識的にも。なるほどなるほど。あんたなんかほんまそういうとこあかんからモテへんねんとか言われて、ガシッと言ってくれんねん。言われてた、言われてた。言われた。いや、ないよ。あー、そういうことか。で、多分俺が二十歳で彼女できた時が和田家初の浮いた話や、うん、あー、そうかそうかそうか。でも俺、初彼女別に数か合わせたりしてたから、すっごい噛んでるから初彼女初噛んでる。初噛んでる。初噛んでた。なんでなんで。中学の時にできた彼女とかを別に姉ちゃんとか合わせたりしてたから。あー、そうだね。じゃあ恋愛話してるんや。結構してた。なるほどね。共通の男友達からの評判、これなんかいいやつか。まあ、これがもうな、確定のやつ。たまにいない、めっちゃ男から評判いいけど全然モテへん。あいつモテへんでとは言うやん。そうそうそう。あー、なるほど。言う気がする。モテへんけどええやつやでっていう。あー、なるほどなるほどね。シクロの紹介とかするときなんか言うやん。まあ言うな。あいつは本当にモテないし、デリカシーないし、プライド高いけどええやつやでって言えやんか。あかんねん、ほんまに。その場合あかんのだ。ピークエンドちゃうねん。最後言うからめっちゃ好感だからもう。全然もう、あ、違う、書き消されへん、最後いいやつだけで。文字数も狭いもんね。いいやつだけど。いや、もういいやつの具体全部。赤いやつの具体を見ちゃう。いいやつってのが一番モテんでしょ。それだよ、それが困るよな、この世の中。いいやつと付き合ってほしいのにさ、女の子にさ、紹介したらおもんないとか言うやん。確かにシクロ付き合ったら絶対幸せやと思うで。いや、俺もそう思う。俺はそれはそう思う。この前さ、夜二人でさ、ちょっとサブチャー回そうやん。やつで、お前なんか悩みないんけ、悩みっていうなんか気になってることあんねんけど、プライド高いってどういうこと。ほらほら、気にしてた。めちゃめちゃ気にしてた。この前の俺の号泣動画見てて、そこだけ引っかかったらしくて。なんて言ったの。プライド高いっていうのは、見栄張る側のプライドではなくて、自分を低く見られたくないっていう側のプライドが高いって話をした。そしたら納得しろ。うん、もう3秒で納得しちゃう。そういう意味では相当マジプライドは高くないからね。まあそうやな。ああ、そうかそうか。プライドは確かにね、スキル高いのにね。そうそうそう、プライド高くならない。すごいよね。確かにな、すごい。そう、すごいよな、普通に。嬉しそう。めっちゃ嬉しそうやったね、今。こいつら褒めたら一からです。一からです。大人ってあんま褒められんが嬉しい。そうや、男社会褒められないよな、余計。それで言うと俺ちょっと安幸に褒めたいというか、褒めてあげてよ。改めてすごいな、褒めてあげてよ。けど、サブちゃんを最近俺やってて、毎日更新してみようかなぐらいの感じでやってんだけど、毎日9時に絶対ランカーを上げないといけないっていうことが、日々へのプレッシャー半端ないな。あ、なるほどね。安らかないよね。何してても、うわ、けど何時か上がってたっけみたいな。それの量が負けな違い。そうだね。で、この重圧感っていう。うん、すごいなと思ったな。すごいよ、お前は。ありがとう。お、待てへんね。
しょ。泣きそうよ。違う違う。どういうメンタル。これはモテへんことないと思う。そうです。お前ほんまにモテると思う。俺もお前モテるって愛されないだけやと思う。なんでだ。どうこの一番嫌い。モテれない一番嫌。俺が愛してほしい人に愛されへんねん。そうそうそう。それだけよ。それだけ。そこだけやお前は。あと100年お前。なんでだよ。その動画撮りたい。撮ろう。この後撮ろう。なんで俺が愛されへんチャンネル登録してくれたらチャンネル登録増えるんで。はい、ということで、はい、まあ以上になりますけども、結構でも精度高いんじゃないですか。でなんか全然ちゃうぞってやつ一個もなくなかった。そうやんな、なんかちゃんとそうだと思うってやつばっかだったからよかった。男が出す女の子がモテる感じとまたちゃうよね。あんま気遣えるってどこ出てくるかね。男女入れ替えたらってこと。ああ全然違うと思うよ。いや気遣いは出るんじゃん。まあ気遣いは出るもっと外見が出る気がする。そうそう、モテっていう話になったら。まあ確かにな。あそうね、そうね、内面の話じゃないよね。うん、男版でもまだちょっと今度よかったらね。そうですね、やってみたいと思うんで、まあぜひ皆さん感想とかもコメント欄で書いていただいて、インスタのフォローもぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回は私はありがとうございました。そうたろうってモテる男やった。いやいや、俺はまあモテなかったね。それはどっち。いやモテんかったマジで。けど人生でってこと。うん、モテるでしょう。いやめっちゃモテたなって思ったことない、うん、ほんまに。一応モテたピーク1位はどこなの、人生で言うと。小学生。ええー、多分意外に。うん、2年に1回ぐらい告られた。ああ、小学校で。うん、次モテてんじゃん。好きな人が好きな気がした。でもほんまそれぐらい。なんか聞こえた。少女みたいな声。なんか聞こえた。ごめんなさいごめんなさい。いやまあまあ、けど結構モテる男の磨き方、男が聞いたらさ、いやそれ全然っすよって言うのばっかかなと思ったら、意外にもうそうっすよねみたいな多かったな。もう分かってらっしゃる方がね多いですね。なんで週刊誌見てるんやろって俺最近思うことはある。だってもう既婚者と彼氏いる人も見てるからね、しかしって。いやそうか。そうそうそう、だからもう俺もわからんかった。もう悩んでる人ばっかりではないのか。そう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 、半分以上だって俺のアンケートによっては。ああそうか。既婚者と彼氏持ちの方が多かった。すごいな。まあただね、結婚して彼氏がいるから悩んでないわけでもないですからね。まあね、男性心理中ものは。まあ僕らのチャンネルは結構その、ね、はい、年齢若い人とかっていうよりも上の人とかも結構見てるんで。そうですね。僕たちより年上の方でまだ登録してない方は、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。今日も一日、お疲れ様。